はいどうもデイリーガジェットです。今回は今おすすめの1万円とかで購入できる中古スマホベスト5をご紹介していきます。今回選ばれた5機種はどれもイオシスとかジャンパラとかの大手中古スマホショップなら安定して豊富な在庫があるものばかりを選びました。どれを買っても遅くて使えないとかそういうことはほとんどない優秀なやつばかりです。まずは第5位、おなじみ iPhone の iPhone7 128GB。 iPhone7 は 128GB 版の中古品がだいたい13,000円。2016年モデルの iPhone7 は5年前の機種ですが、いまだに売れ筋モデルの一つです。Android で5年前だと使い物にならないということが多いんですが、 iPhone の場合はそこそこ使えます。ただアプリをたくさん入れてヘビーにバリバリ使うとなると、さすがにストレスたまる局面も多いですが、写真撮って SNS やって音楽聴いてウェブを見てたまにライトなソシャゲやってみたいな使い方なら全然いけます。続いて第4位、 iPhone とは打って変わって去年出たバリバリ現役機種の Android マシン、高コスパスマホの代名詞 Xiaomi の Redmi9T です。外観デザインはこんな感じです。中華スマホっぽい色と質感ですが、まあこれはこれでね、なんか良くも見えてきますね。逆に先進感を感じているのかもしれません。 SIM フリーで通信会社を気にせず使えちゃいます。これがすごいのは15,000円くらいで未使用品が買えちゃうんですね。つまりまだ使われていない実質新品ということです。なぜこんなものが大量に中古に出ているのかといえば、格安 SIM とかで SIM セット販売のセールで100円とか5000円とかで大量に売られたものをそのままイオシスとかに売ったやつなんですね。だから新品がこんなに安く買えちゃうんです。スペックはスナップドラゴン662、 4GB、 64GB、 6.53 インチで 2340×1080、 6000mAh バッテリーですね。カメラは4つもついてます。生体認証は顔と指紋に対応してます。スマホのデフレを象徴するような1台ですね。お財布携帯と防水に対応してないというのが惜しいのですが、防滴には対応してますし、スペックと価格だけで考えるとコスパ最強です。続いて第3位、みんな大好きシャープのアクオスです。アクオスの主力って今はセンス 5G というのとセンス4というのが出てまして、 5G 版と 4G 版という感じです。でその 4G 版の方のちょっとスペックを落として価格を抑えたのがこのセンス4ベーシック、もちろん現行販売モデルです。 Y モバイルで出た専用モデルですね。外観デザインはこんな感じになってます。おばちゃんスマホっぽい見た目ですが、これは色の影響をだいぶ受けてますので、この黒とかシルバーでしたら大丈夫ですよね。Y モバイル版ですが、 SIM ロックを解除した商品が一般的なので Y モバ以外の SIM も使えます。しかもこちらも中古ショップの未使用品、つまり物は新品でこの価格、中古品だともっと安くなります。だいたい 17,000円ぐらいですね。 SIM ロック解除なので Y モバイル以外の SIM カードで使えます。しかも4位の Redmi と同じかちょいスペック高めです。 CPU はスナドラ 720G、3GB RAM、64GB、5.8 インチで 2280×1080、シャープなので液晶くっきりです。カメラは2眼で 4570mAh バッテリー。しかも最高なのが、お財布携帯や防水に対応してるんですよ。お財布、防水対応の使える中古なら、今は一押しの1台です。顔認証にも対応。マイクロ SD カードにも対応してますので、容量不足に悩むこともないでしょう。おすすめ！第2位、Galaxy A21。 近頃中古での売れ筋といえばやはりこの Galaxy A21 は外せないでしょう。未使用品が 12,000 ほどとバグ安です。外観デザインこんな感じ、シンプルというコンセプトありますが外観にも現れてますね。スペックは先ほどの2機種よりは落ちますが、それでもお財布携帯と防水にも対応してます。難点は CPU がちょっとエントリーなものということと、解像度が 5.8 インチで 1560×720 とちょっと落ちることですね。
バッテリー容量も 3600mAh なので、4位と5位の2機種よりは落ちます。とはいえそんなに画面が荒いと感じることはないでしょう。何よりお財布防水対応で未使用品が 12,000円なので、ライトに SIM フリースマホ使いたいというニーズには最適です。5,000円高く出せるならアクオスセンス4ベーシック、とにかく安くならギャラクシー A21 ですかね。そして第1位、おすすめ第1位は iPhone8 です。 64GB 版の中古品が 18,000円くらい、4年前の機種ですが未だ現役で使っているという人も多く、中古市場でもトップクラスの人気を誇っています。ストレスたまるほど古くはなく、それでいて1万円台で買える iPhone ということでコスパバランスに優れております。中古の流通在庫も豊富なので、まあどこ行ってもたくさん売られてます。ドコモ版とか SIM フリー版の未使用品だと未だに 3万8000円ぐらいしますが、中古 C ランク品なら1万円台で買えます。イオシスの中古 C ランクっていうのは名前は C ですが、実際見るとむちゃ綺麗、ほとんど傷がありません。液晶にひびが入っているとか、外装にかなりの傷があるとか、そういうのはジャンク品扱いになりますので、中古 A から C ランクでイオシスで売られているものというのはメルカリで言えば備品と思っていただいて良いです。はい、ということで1万円台で買えるおすすめの中古スマホをご紹介してきました。スマホが一般化しましたことでですね、少し前だったやつ十分使えるのが格安で買えるというのが今ですね。スマホ最低限でいいやって人は検討してみても良いかもしれません。